はい、皆さんこんにちは、ワナリングリュウシです。今回は信長の野望創造戦国歴史伝の、足利義昭第13代将軍義昭での信長包囲網のプレイ、続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、だいぶ信長包囲網を形成して頑張って、奮戦を続けているという状況なんですが、それでもやっぱり信長強くてですね、今押し込まれつつあるという状況です。特にこの伊賀上野城を信長軍が狙ってきているという状況なので、ここをなんとかしのぎたいなと思ってます。では早速援軍の要請から始めていきたいんですが、援軍を要請できるのが肝心の伊賀上野まで援軍が今要請できない状態になってますね。であれば少しでもこの今攻められている乙葉城と伊賀上野城を守るために手を尽くしていきましょうというところで、織田信忠4300が伊賀上野城に出陣。出るぞ。恐ろしいですね。このまま一気に伊賀上野城を飲み込まれるような展開になると、少し戦局が傾いてしまう可能性があるので、そこはすごく注意をしないと本当に怖い。ここは名古屋三郎以外を援軍として出しましょう。まあ、どうしても乙葉城も伊賀上野城も最前線なので、あそこに関しては渡したくない。今援軍の予想が失敗したので、失敗したら再び援軍要請が出せますので、援軍要請を出していきましょう。でやっぱり武田家がですね、いまいち信長ないし徳川を圧迫してくれてる感じがないので、ここで上杉にも使者を送るようにしましょう。で上杉と今工作中のこの北条ですね、この2つも連合に取り込めば武田はもう成長するしかなくなるので、そうすると必然的に信長徳川を圧迫してくれる、信長家康を圧迫してくれるので、必然的に畿内への信長の圧力が減ってくるんじゃないかなと思うので、それをちょっと加味してというか期待して上杉にも工作の使者を送りましょう。で援軍の要請ができるようになりましたので、援軍の要請をしていきます。まずは絶対に守らなきゃいけないこの伊賀上野城で、さらに三好には伊賀上野城をどうしても守ってもらいたいので、三好にも伊賀上野城に来てもらうようにお願いしましょう。で、それだけ揃えば安心かなと思うんですが、一応鈴木貞夫にも援軍を出してもらいます。でこの後浅井朝倉に援軍が出せるタイミングが来たら、すかさずこの乙葉城の守備隊を増やし援軍として来てもらいたいなと思います。続きなさい。通信する。我が領内に敵が迫っております。1700がさらに伊賀上野城か。伊賀上野城が我が領内に向かっております。で今はこの沢山城に対しては朝倉が攻めてますね。このまま朝倉があそこを取ってくれればだいぶ助かるけどな。出陣する敵が我が領内に向かっております。私だってやれるんです。でまず乙葉城に来ていた敵は退けました。戻ります。一旦兵を置きましょう。で肝心の伊賀上野城、ここ大激戦になる可能性があるので、なんとかね守りきりたいなというところではあるんですが、そのためにはこの観音寺にやっぱり浅井朝倉の連合軍が出張ってきてくれないと。伊賀上野には兵が集結してますからね、信長軍が。まずは朝倉に対して浅井に対して観音寺、さらに朝倉に対しても観音寺を攻めてもらいましょう。これで観音寺を取られたくない信長軍の一部が少なくても伊賀上野に来なくなる、もしくは伊賀上野から撤兵してくれればなおよし。いやー伊賀上野城の戦局すこぶるよくないな。
北畠信忠3500がまだ残ってるんですよね。さらに数増信長が援軍で来るってなるとかなり厳しい状況です。出陣します。せめて信長がどっか行ってくれると助かるんだけどな。みんな我に続け。ここはなけなしの兵でもいいんで、とにかく伊賀上野城を守るために死力を尽くしましょう。出陣する。伊賀上野城が万が一落とされるようなことがあると本当に戦局が変わる。そういう覚悟を持った一戦になりそうですね。いい加減姫路城とか落としてほしいよな。さあ味方もだいぶ軍勢の数は整ってきてるので藤高撤退させましょう。これは援軍だけでなんとか守りきれそうだ。もう残すは信長だけですもんね。信忠の動きが気になるけど、いずれにしてもアザイア桜君が関東を攻めてくれてないな。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。要請は出したけど、関東を攻めてくれないと今後の外交戦略がだいぶずれてくるな。鉄もちょっと不足してるので鉄をちょっと一気に取引で買っちゃいましょう。何なりとお申し付けよ。毎度おおきに。でこれで回収が一気に進むはずです。あと密談の使者は至る所に送っておいて、せめて付箋には応じてもらえるように。まあ筆将軍とも言われた義昭ですからね。おっとここはあくまでも攻めに来るか。そうなると安易に兵を引くわけにはいかないな。名古屋佐藤は引かせるにしても。出陣します。他に兵が出せるところがないからしょうがない。将軍を出しましょう。で米不足か。900しか出せないのか。出陣します。米を買ってもいいんだけど、出るぞ。必ずや勝つ。むしろ信忠をここで討ち取っておきたいぐらいだな。ご命令を報告いたします。先月の収支です。ただ1600残ってるのか。これと正面からぶつかるのは良くないので一旦兵を引きましょう。城に帰りましょう。で北条と上杉との同盟が結べるようになったということは必然的に連合に勧誘できるはずなので、早速連合に勧誘していきましょう。まずは北条、上杉はまだか。まずはちょっとじゃあ北条に勧誘の使者を送りましょう。
出た。心配。おお、観音寺を攻めてくれてるね。ちょっとタイミング遅かったけど、日和見してたな桜目。まあただ観音寺が落ちれば味方としてはだいぶ助かりますね。やっぱり圧迫を受けやすいところでいうと、今だと伊賀上の乙葉城が圧迫を受けやすいんですが、これ観音寺が落ちてくれれば乙葉城は少なくても圧迫を受けにくくなりますね。で伊賀上野の守備に専念しつつ、密談の状況が整えば、密談をうまく使ってですね、城攻めに入っていく、そういう感じ、そういう段取りになりそうですね。よし、これでいいでしょう。で、外交連合が結べないので、このままにしておきます。ん、ここは、どうだろう、数の上では十分に勝てそうだけど、一応いつも援軍出してもらってるんで、こっちも兵を出しましょう。このまま報告いたします。報告いたします。信忠を討ち取ることができれば、報告いたします。御の字なんだけどな。信忠を討ち取ったけど、討ち取ったじゃない、撃破したけど、討ち取ることはできませんでしたね。いや、ただこれで機内から信長軍をだいぶ遠ざけることができたんじゃないか。一旦兵力を蓄えて、しかるのちにまた信長軍に対して大侵攻作戦をしていきたいですけどね。ここは外交連合が結べないのか。なぜだ。上杉も味方についてくれれば、武田がね、必然的に信長軍と戦ってくれる展開に期待したいんだけどな。ここは武田軍と徳川軍がぶつかってますね。まあ、武田軍はここは信玄もいるし、まあ、家康がいるとはいえ十分撃退してくれるでしょうという戦力が整ってますね。ちなみに今全国マップでの勢力図でいうと、中国の毛利拠点が25、武将62、兵数7万で、三好ですね、こちらが兵数2万6000、拠点11で、信長です。信長が拠点15、武将143、欲しいなこれで、兵数が4万です。で武田軍が拠点16、兵数4万8000、4万4000ですね。上杉軍が拠点19、武将64で兵数3万4000、北条強いですね、兵数6万というところですね。で足利将軍家ですが、拠点6、武将24、兵数1万というところで、やっぱりちょっとね厳しい情勢は続きますね。まあ、ただ今回はあくまでも信長包囲網を成就させる、まあ、そういう目的でプレイしてますからね。そうなると筒井だったり鈴木だったり浅井朝倉、畑戸、さらには三好といったところとうまく連携しながらね、信長を追い詰めていきましょう。で次のターゲットどこにするかなんですが、主に密談の使者を送ってるところがいいと思うんですよね。密談がなれば今すぐにでも攻めかかりたいところなんですが、そうだな、まあ
守備しやすいところでいうと桐山御所の方が守備はしやすいんですが、落としやすいところでいうと亀山城とかが一番落としやすいのかな。亀山、松ヶ島、この辺りは落としやすそうですね。で、援軍が来やすいというところでいう桐山御所、長野城、ちょっと悩ましいですね。味方の武将というかその兵数でいうと浅井朝倉にこの亀山を攻めてもらうというのがいいかな。一歩間違えると一気に戦局が傾く可能性がありますからね。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。桐山御所に関しては不戦には応じてくれるか。もう少し時間をかけて密談内通の工作をしていきましょうか。表情を始めましょう。時間をかけすぎると多分信長軍もね回復してくるので、まあ、そこはちょっとバランスを見ながら攻める時が来たら、まあ、一気に攻めるっていう感じに、していくことになるかなとは思うんですけどね。まあ桐山御所かな、攻めるんだったら。で、援軍を起こさせないために亀山御所、亀山城を浅倉軍に、なんとか保ってもらう、そういう感じになりそうですね。動きがあるな。北畠がどこに行くんだろう。で、信長軍は大垣城を攻めにかかるのか。釜場城攻めが始まるな。これ釜場城が落とされるとまずいな。ただ足利軍は出さずとも、きっと浅井朝倉軍だけでなんとか撃退はできるんじゃないかな。もし万万が一釜場が落ちるとめんどくさいことになるな。ただ逆に言うと今であれば桐山御所から北畠も出陣してるし、攻めやすいチャンスではありますね。出陣するぞ。桐山御所を狙いましょう。本願寺がちょっと出てこれないか。まあ、本願寺はじゃあこのまま様子見しましょう。戦場へ参る。戦場へ参る。
陣します。出るぞ。いざ参る。出陣します。出陣します。出陣するぞ。出るとするか。さあ、さすがに守備隊が出てきてますね、織田軍も。でここは神泉の天下御政権みたいな、そういうイベントだったと思います。まあもう頼みの綱ですからね、この上泉の信綱の奥義一戦は。まあちょっとはっきり言って今この5つの剣を集める余裕は金銭的にもないんですけどね。まあ見つけたら頑張って買っていきましょう。で危ないのが今画面右上に出てる釜場城周辺ですね。あそこかなりの軍勢が敵味方入り乱れてるけど、釜場城を守りきれるんだろうか。すごい軍勢が集結してますね。表情を始めます。先月の収支です。3ヶ月の間不戦か。しばらく。土方はまだ出てきてないか。なるほど。海戦に持ち込んで一気に桐山御所を落としましょう。かしこまりました。かかれ。この戦必ず勝つぞ。かしこまりました。ちょっと分が悪いので一旦指揮を中断して包囲戦で削っていきましょう。私だってやれるんです。承知いたしました。あー、信玄が死んだか。なんかこの辺りは信長包囲網の史実に近い形になってきましたね。かなりいい感じで進んでいたけど、信玄が死んだことによってなんか一気に信長の方に流れが変わったっていうね。まあそうならないことを祈りましょう。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。
どうするかな。やっぱり一番怖いのが鎌場城が落ちることなんだけど、鎌場城はなんとか守りきってくれたな。よし、悪くない。で、味方の連合に引き入れていきましょう。味方の連合に、じゃあ山名をまずは引き込みましょうか。で、ここでようやく上杉も連合に入ってくれるね。で、桐山御所は攻略中で、鎌場城はなんとか守りてくれそうだね。信長も来てるけど、味方も軍勢の数は整ってる。よし、このまま一気に桐山御所を落としましょう。出陣する。来るな。関に梶才蔵が合わせて4000、5000の軍勢か。この5000の軍勢はちょっとどうにもならないな。桐山御所に援軍出してもらいたいけど、大垣あたりを攻めてもらって少しでも兵の分散をするか。うまく回線がはまれば勝てるかなっていう感じなんだけどな。数の上では倍いるので、やれ、うまくはまればって感じだよな。いや、これはほぼ軍勢の数が揃ってしまったので、おとなしく兵を引きましょう。ここで全滅するのは城に帰りましょう。戻るとし、戻ります。今後の全軍崩壊につながりかねないですからね。ご命令を報告いたします。先月の終始です。報告いたします。待って待って、今どういうこと？連合が完全に消滅した？で、毛利連合を組めみたいな、そういう雰囲気になってる。マジか。いやいや、信長だろう今連合を組まなきゃいけない相手は。となると、ちょっとここで一旦見直した方がいいな、戦略を。というのも連合が今消滅してるでいいんだよね。ちょっとそこも一回確認しましょう。同盟中、同盟中だけど連合としては消滅した形かな、やっぱり。ってなると、もう一度連合を組みたいけど、今連合を組める相手が、相手というのは敵対勢力という意味では毛利になっちゃうんですよね。いやー、毛利じゃないんだよ。毛利じゃない、信長なんだ。ちょっとここは一旦戦略の見直しが必要そうですね。というところで、ちょっとね、一進一退の激戦を信長軍と繰り広げていますが、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、
ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。